オボです。オーバランチャンネルへようこそ。先日ご紹介したハイバウンスオーバードライブワークマンの2900円のシューズを今日は履いて走ります。というかもうちょっと走ってますけれども、このねマンダリンっていうねオレンジっぽい色ので、これ横から見るとね反り上がってますよね。やっぱり違和感がすごい。なんか前に行くような感覚ともちょっと違う気がするんですよね。なんか違和感、形容しがたい。やっぱりこのつま先の下にちょっとスペースがあって、まあ前傾するとペチッとねこう進んでくれるような感覚があるのかなと。まだ慣れてないのでちょっとね何とも言い難いんですけれども、これで走ってみたいと思うんですが、こう歩いた感じね、こうクッションは意外に固めです。クッションが硬いですね。ヒールだけではなくて、まあ全部つま先までこのバウンステック、触るとねふわふわした感じではあったんですけれども、実際に走ると結構ね固めです。私は今までペガサスとかテンポとかベーパーフライとかね、ナイキしか履いてこなかったもんですから、ナイキ以外の靴を履いて走るの自体が久しぶりで、でさらにねこのナイキのエアー感っていうのがねない感じで、結構固めなシューズを走ってるなっていう感覚ですね。こっからちょっといろんなペースで10キロぐらい走ってみたいと思いますので、お付き合いよろしくお願いします。よし、それじゃあまずは14399秒、サブ4ペースで行ってみましょうか。やっぱ硬いね、こうなんかよくレビューで言われている前にぐんぐん進む感覚っていうのは、なんか個人的にはあんまり感じられないような気がします。もうちょっと走ってみないと分かんない。キロ5分ぐらいのペースで走ってますけれども、まあ普通に走れますね。ちょっと固めで、私は足の裏にちょっとね神経腫が塊があって、それが当たるのはちょっと気になります。でもそれがない方は別に普通に走れるんじゃないでしょうか。今キロ5分ぐらいのペースで走ってますけれども、しかしいい天気だこれ。今ね5キロぐらい走ってきました。いろんなペースで、スタートはキロ5分40サブ4ペースぐらい、そこからキロ5分4分50ぐらいまで上げながら走ってみたんですけれども、まあ普通に悪くなく走れるかなという印象です。まあ、ただ、まあ、私の個人的な意見ですけれども、硬いですね。このバウンステックがねめちゃめちゃ硬く感じます。でちょっとねこれずっと長い時間走ってたら、突然走っちゃうと怪我につながっちゃうかもなと、まあ個人的にあの柔らかい靴で慣れてるもんですから、そういう風に感じてしまいましたね。であとこれぐらいのゆっくりのペースではあんまりこうカーボン配合プレートの恩恵はあんまり受ける気がしませんでしたね。もうちょっとあのスピード出してこれからちょっと走ってみますけれども、ゆっくりサブ4ペースぐらいではそんなにビョンビョン進むような感覚は、まあ、なかったです。ただ負荷もなく可もなく、まあ走れるなといった感じですね。これからちょっと速いペースで走ってみます。
ワークマンハイバウンスオーバードライブで10キロ走ってみました。後半はキロ4分半から始まってキロ4分、そして後半の最後の方にはねキロ3分40秒ぐらいまで上げて走りました。走るにつれてね、この最初感じた違和感っていうものが徐々に消えていって、今はもうほとんどありません。まあ、ただねこの靴やっぱ大きいですよね。結構ねトーボックスがブカブカで、ちょっとねつま先が動く感じがあります。ちょっと気になりましたね。でペースなんですけれども、ゆっくり走ってる分にはそんなに、まあ、そもそも硬い靴ですしね、このカーボンのしなり推進力っていうのはあんまり感じなかったんですけれども、キロ4分過ぎたぐらいからね、まあ、徐々に進む感じっていうのは、まあ、若干あったかなと。でもねロングで走る勇気は今はまだなくて、この硬い靴で、なので短い、まあ、800とか1000とかのインターバルだったら、まあ、使えるのかなといった感じですね。そう考えるとテンポネクストパーセントの履き心地はねやっぱり良かったなと思いますよね。まあ、でもワークマンも速いスピードでキロ4分以下で走るのであれば短い距離で使える戦力になってくれる気はします。もうちょっとね走ってみないとちょっとわからないので、これから距離を重ねていってどうかということですね。履き心地は悪くなかったです。特にどこが当たって痛くなったとかっていうのもないし、かかともねいいですし、つま先の方はねまあワイドでゆとりがありましたので、まあ全然問題はありませんでした。ということでアスレシューズハイバウンスオーバードライブ10キロ走ってみたでした。また。